議会局長から経過そしてご説明を聴取させていただきました。で、二階局長は大臣時代に政党支部からのきちっとした報告を自分でも聞いて真摯にそのことを受け止めた上でお答えをしてまいりましたと。その結果しかし残念ながらこういう事態になったことは大変残念であり申し訳ないということでございました。で、そういうことを考え踏まえ、そのいうことからご本人も二度とこのようなことはないように、誤解を受けるようなことはあるか自分でも決めて、自分のチームに厳しくお話ししたところであり、我々もそれを受けておられた私どもですね、改めて政治資金の問題はそれぞれが厳しく見渡しながらやっていたと思います。党として、コンプライアンス室から実務者も含めて、しっかりと人事防制心にのっとってやるようにということを指示しました。そういう経過を踏まえまして私は二階局長はこれからもしっかりと今の状態で仕事してもらいたいというふうに申し上げたところでございます。二階さんは進退は執行部に評価させるということですか。はい、そういうことでございますね。はい、これはこの西松建設からですね、献金を逃げて小沢代表は代表辞任してますけれども、二階さんに関してはその続投というのは、それはどういう小沢さんとの比較になる話ではないと私は思っております。政党支部からのしっかりとした報告を自分で受けて信頼してそれをきちっと言ってきたわけですから、小沢代表とかですね、そういう方々との比較の議論ではないと思っております。ただ党内からはですね、やはり鳩山総理の献金あるいは母親からの資金提供問題への追及のですね、矛先が鈍るあるいは攻めにくくなるという懸念する声もあるんですけども、それはないと思います。全くありません。二階さんは選挙をですね、対策を預かる責任者になりますけども、ということをですね、今回この秘書が起訴された件を受けて来年の参議院選挙をですね、選挙責任者として戦えるとできますか。選挙責任者は二階さんではございません。選挙、総裁であり私でございます。今追及は受けることはないということです。全くありません。はい、親族からのお金を小分けにしてたのに比べてですね、企業からの献金を小分けにしてたのであればですね、より悪質じゃないかという指摘があっても不思議じゃないと思います。それは本人がですね、政党支部からお話を伺って、そしてそのことをずっと答弁してきたんですね。で、残念ながらその今日のした事実がそういうことであればですね、そういうことの中で、自分としては大変申し訳ないということでございました。親族といってもですね、鳩山問題、鳩山総理の問題はですね、言えばいろんなことがございますよね。トップリーダーであることだけじゃなくて脱税の問題があるわけですね。あるいは金額のスケールも違うと思います。そういう意味では私は違うと思うんですがね、堂々と私の、それはそれで、徹底的に、この問題を取り上げてまいりたいと、それ自身のお言葉の問題もございます。
ですね。二階さんの今回略式起訴された秘書は違法だったということは分かっていたと、罪を認めたがゆえに、まあ、略式起訴になったと思うんですけれども、秘書の責任は政治家の責任というふうに言ったではないかと、自民党のいろいろな方が国会で鳩山さんをそういうふうに追及されたと思うんですけども、そことの整合性というのはどうなんですか。総理ご自身がそのことをお話ししたわけですね。その言葉の問題、言葉から出る信頼問題を言ってるわけで、そこを私どもは申し上げてるわけですね。自民党でもその鳩山総理の追及 PT を、まあ、作ったり、はい、先にやっぱ身内からもその政治資金規正法違反が出たということは、ちょっとどういう、ご本人も言っておりますように大変申し訳ないと、残念であるだから私どもも誠にそれは残念であると、したがってなお一層コンプライアンスを通じて実務者の皆さんにもですね、そこしっかりやれることを指示してまいりたい。よろしいですか。テーマの作業理解ってですね、まあ、あと日米安保に向けた来年の50周年の日米安保50周年に向けた協議に決まりましたけれども、岡田外務大臣も日米同盟の関与ライブという認識を示したんですが、この現状どうご覧になりますでしょうか。若干でしょうか。岡田大臣の外務大臣の報道を見ますとですね、かなり深刻だという認識でお話していると思います。ここ数日私自身もアメリカの関係者あるいはこの問題に関する深い造詣のある方々とお会いしましたし、総裁もお会いしましたし、石破政調会長はパネルディスカッションにも出られて、総合的に私どもの党としてはですね、大変深刻な状況になっている。したがって、鳩山総理に改めて、年内のご決断を今からでも遅くありませんからされたらどうですかということはですね、今一度何らかの形でですね、官邸に申し上げたいとこう思っております。なんか今バリ島に行っているようでございまして、何の会議かちょっと分かりませんがですね、今週はちょっと無理かもしれませんが、総裁もですね、この状態を大変に深刻に考えて、何も党派的に私どもはそうだということではなくて、日本のこの国益、国民益、そういう観点からですね、この危機感というのは日々に高まっておりますので、鳩山総理どうぞ今からでも遅くありませんと、どうせ COP15 に行かれて、なんかオバマ大統領ともお会いになるとか、なりたいという報道がありますので、決断だと思うんですね、総理の。どうぞ今まで、まあ、総理が決断したことはありませんけれども、何事も引き延ばしの決断はしてますが、ぜひ決断されてですね、COP15 の会議に行ってオバマ大統領とお会いになって、その決断をしっかりとお伝えする。つまり、今まで積み上げたものをベースにしてですね、決断されることを強く要望いたします。鳩山邦夫さんがですね、実務からの資金提供を認めて贈与税を払うということを昨日表明されたんですが、一方鳩山総理はですね、まあ、法にのっとって適正に処理するというふうにとどめています。鳩山邦夫先生につきましては、まず徹底的にご調査ください、その上でご報告ください、このように申し上げております。それを見て私もは判断をしていると思います。国の政府はですね、まあ、ある意味脱税してたっていうことを認めたことになるんですけど、じゃあ総理もやっぱり脱税逃れをしていたっていうふうに思ってらっしゃいますか。
私は当然鳩山総理の問題につきましては、そういう問題もあの中身にはありますと。それからもう一つの税金の問題というのは還付の問題がございますね。二つのこの税控除の問題があると、そういうことで私どもは徹底的にそういう問題と同時に、もしそういう言われているような資金が総理のところに行ったとするならば、その政治資金をどうお使いになったのか、あの凶悪な政治資金を、ここもまた大きな問題なわけですね。10億とか11億とかという報道があります。ですからそういう問題もこれからしっかりと追及していかなきゃいけない。こういうことです。